はい、こんにちは。英語の達人養成事務、市販台の深夜です。今日は最近新しく発売された英単語帳のレビューをしていきたいと思います。その英単語帳はこちらです。俗英単語の語源図鑑という本です。これは去年の5月に発売された英単語の語源図鑑の続編になります。ので、2という形ですね。え前作黄色い方と今作赤い方、えどう違うのか。 一作目を買った人は二作目も買った方がいいのかということをね、えー、詳しくレビューしていきたいと思います。まず、この語源学習法のコンセプトをさらっと復習しておくと、えー、難しい単語ありますね。こういう長い難しい単語、distributor とか disarm みたいな難しい単語を丸暗記するのではなくて、スペルをパーツに分けていきます。 例えばこの単語であれば、this っていう部分ですね。えー、このワードパーツと tribute っていう真ん中のパーツ、そして er というね、後ろのパーツ。この頭の部分と真ん中の部分、そしてお尻の部分と3つのパーツに分けることによって、どうしてこのスペルでこの意味になっているのかというのが分かるようになるんですね。例えばビジネス用語で distributor というと、販売代理店という意味で使われることが多いです。 で、これをマランキするのではなくて、パーツごとに分けて覚えた場合どうなるかというと、this というのは離れてという意味になります。そして tribute というのは与えるという意味ですね。this という単語と tribute っていうね、この二つの部分を合わせると distribute という単語が生まれます。で、イメージとしてはですね、えー、ここにまずなんか固まってるものがあったとしますよね。 え、何かがここにぼわーっとありますと。例えばこれが新しく作られた新商品だとしましょう。で、この新商品が今固まった状態です。集まった状態ですが、え、これをですね、それぞれ離れた場所に与えていく、配っていくというところが、え、この離れて与えるの distribute の意味になります。そこから分配するっていう意味が生まれるんですね。で、er というのは人ですよね。なんで分配する人。 分配するものっていうところから、えー、配給業者とか、販売代理店って意味が生まれていくんですね。こういう風うに語源で覚えていくと、まず記憶に定着しやすくなるということと、あとですね、えー、他の単語を見た時に意味が予測しやすくなります。例えば同じディスを覚えた場合は、ディスが離れてですよね。そしてアームですね。これまずディスアームという言葉があるんですが、えー、まずアームと言ったら、パッと思い浮かぶのは、腕ですよね。 ででで腕かから連想できるものって何でしょうか日本語でもよく言いますねあの人は腕力が強いとかって言いますよね腕力ということは力の強さつまり武力ですよねですので腕アームというのはこれは武力を表しますそして離れるということはある意味手放すということもできますので武力を手放すというところから武装を解除するとかっていう意味が生まれます こういう風に、一見難しそうに見える単語も、よく見ていくと、語源でしっかり分かれていて、スペルのルールが決まっています。もちろんね、これ例えば distribute に or がつくと、この e が消えるとかっていう形で、ちょっとですね、スペルに変化は出たりするんですが、基本のパーツの意味さえ分かっていれば、組み合わさった時にどう,いう意味になるのかというのが、パッとね、直感的に分かるようになります。語源学習法を使うことで、 単語の意味が分かるようになるだけではなくて、似たような単語のニュアンスの違いまで読み取れるようになります。この本の最初の方に書いてある解説なんですけども、この3つの単語が載っています。survey と inspect、research ですね。で、これを日本語にしてしまうと、全部調べるという風に片付いてしまいます。こういう風に英語、日本語っていう感じで丸暗記してしまった場合はですね、 会話で使うときに、一体どの単語を今この瞬間に選べばいいのかっていうのがね、わからなくなってしまうんですね。単語の持つニュアンスというのは一つ一つ違います。で、そのニュアンスをつかむ、助けになるのが語源学習法なんですね。例えばこれを見てもらうと、s u r v e y というのは上って意味ですね。serve が上で vey が見るです。なので、 上から見渡すというイメージがありますえ。上から全体を俯瞰して見るという感覚がこのサーベイにはあるんですね。そこからたくさんの人にアンケートを取ったり、世論調査をしたりとかっていうような意味で調べるという時にはサーベイの方を使います。で次の inspect という単語は中を見るという意味から来ていますで。そこから箱の中を開けて隅々まで詳しくチェックするというようなニュアンスがこの inspect ですね。 で次が re-search ですね。re は再び、search は探し回るですで。そこから何度も何度もわからないことを探し回る、調査する、研究するという意味が生まれています。で,ですので、これら3つを単に調べるというね、一言で片付けてしまうにはあまりにも違いすぎるんですね。ですが、語源を学ぶことによってこの3つの違いというのがはっきり見えてきますので、一つ一つの単語の 色や匂いが感じ取れるようになるというのも語源学習法の大きなメリットですえ。僕自身もこの語源学習法を使って英検一級に受かることができました。僕が英検一級に受かった時に使った本はこれなんですね。連想式にみるみる身につく語源で英単語っていうね、単語帳です。著者は清水賢治先生ですね。が書かれているんですが、この本でですね、僕は 語源学習法を使って大きくボキャブラリーを伸ばすことができました。おかげで英検一級にも分かることができました。ですので、本当にこの本は僕にとってボキャブラリーを大きく増やしてくれた、すごくね、思い出深い本になってます。で、この清水先生が書かれた本が前作の英単語の語源図鑑ということになるわけですね。で、今回はその続編が出たという形になります。 で、えー、前回の本なんですけども、この本がですね、なんと、ものすごいベストセラーになったということでね、えー、すごい驚きました。この続編の方の最初のページに書かれているんですが、なんとこちらの前作はですね、60万部も売れたそうなんですね。60万部って言うとね、かなりも大ヒット、大ベストセラーと言っていいと思います。英語学習本で、しかも単語帳でここまで部数を伸ばすというのは、すごい異例のことなんですね。 どうしてそんなに売れたのかなというのを僕なりに分析してみました。はい。ではこちらをご覧ください。え、これは僕が考えるこの本が60万部売れた理由ですね。3つあります。1つ目はイラストがメインになったということですね。2つ目は文字が大きくて見やすい。そして3つ目が単語の数を絞ってあるというこの3つですね。 これは僕が読んだこの本とこの本の違いから感じた部分ですね。こっちの本もね、全く同じ語源学習法ではありますし、著者の先生も同じなので、同じ雰囲気を持ってはいるんですが、多分ね、読んだ人に与える印象は違うんじゃないかなと思います。そこをちょっと見比べてみたいと思います。まず、こちらの本なんですけども、こっちの方はですね、見開きの感じがね、こういうようなデザインになっているんですね。 ここにイラストが書いてあって、で、ここの下のところにですね、詳しい解説が載っていて、で、こちらの側には単語が載っているという感じです。で、これは確かにイラストが使われているんですが、やっぱりね、文字がメインという印象を受けますよね。パッと見は。対して、こっちの新しい方、まあ、これ前作の方ですね。前作の方は、こういう風にですね、イラストがメインになっているという感じです。パッと見、漫画のように見えますよね。で、文字は本当に少なめです。ですので、やっぱりね、 パッて見て本屋さんで立ち読みしたときに、こっちの方がね、とっつきやすく見えるというのが大きなポイントじゃないかなと思います。この本は若い人で言うと10代前半から上の世代で言うと80代後半まですごい幅広い人たちに読まれたというふうに、この続編の方の冒頭で書かれています。で、そこはやっぱりこの2つじゃないかなと思います。このイラストがメインであることが10代前半の人たちを引きつけて漫画のような感覚で気楽に読めるというのと、 あと、文字が大きくて見やすいというのが、年配の方々に受けたんじゃないかなと思います。え、文字が小さいとね、見づらいという方が結構多いと思いますので、え、そういう点でですね、え、文字の大きさというのはすごく重要かなと思います。で、あとですね、僕が思うのは、この単語の数を絞ってあるというのも結構大きなポイントじゃないかなと思います。え、もう一度さっきの本と比較してみると、こうやって見開きで見たときにですね、こちら側の単語の数が、1、2、3、4、5、6個入ってますよね。 対して前作の方はこんな感じです。1、2、3、4と4つ。たった4つなんですね。えー、この点で結構とっつきやすさを感じやすいんじゃないかなと思います。 作り自体はですね、こちらもこちらもそんなに変わらないんですよね。えメインのイメージの絵がここにあってで、その下に解説、詳しい解説が載ってて、で、同じ語源パーツを使った他の単語がここにバーッと並んでいるという点ではですね、こちらもこちらも変わらないんですが、明らかに見せ方が違うというのが多分ヒットするかしないかの差なんじゃないかなと思います。 まあもちろんこの本もね、おそらくヒットしたかとは思うんですが、多分60万部も売れてはいないと思うんですよ。まあそういう意味でこの本はすごく画期的だなと、えー、僕出た時に思いました。で、この本がたくさん売れてくれたらいいなぁと思ったんですが、実際60万部売れたと聞いてね、もう本当に僕も嬉しい気分ですね。語源学習法で英単語を学ぶ人の数が増えたら、日本人の全体の英語力も大きく変わるんじゃないかなと思っています。 単語の数が足りずに悩んでいる人ってすごく多いので、この語源学習法が広がって、楽にたくさん英単語を覚えられる人が増えたらすごくいいなと思っています。で、この3つが同時に実現できたのは、1冊の本を3人の方が書かれているからだと僕は思います。著者のところを見ると、こんな感じになってます。著者のところが清水健二先生と鈴木博士先生となっています。そしてイラストが本間明文先生というふうになってますよね。 ですので、この本は3人の方のコラボレーションになっています。で清水健二先生は今までにね、何冊も語源学習法の本を書いてきた、もうこの道のエキスパートと言っていい先生ですね。そして鈴木博先生は、英語の先生とイラストレーターというね、2つのキャリアを持っている先生です。今までにも全知識をイメージで捉える本とか、あと語源をイラストで解説した本を何冊も出版されています。 で、さらに、イラストレーターの本間明文先生ですね。え、ホームページをチェックしたところ、1977年生まれで、え、僕と同い年でした。なんとなく親近感を感じました。で本間先生は、女性誌とか、アパレル関係のイラストレーターとして活躍していると書いてありましたので、え、結構ね、丸みを帯びた。 え、曲線的なイラストが得意なんじゃないかなという印象を受けました。え、なんで、この本の中にある可愛いキャラクターがいますよね。こう丸っこいキャラクターですね。なんとなくこう丸みを帯びて柔らかい雰囲気のキャラクターたちは、おそらくそのアパレルだったり、女性誌で培ったイラストの技術が活かされてるんじゃないかなと思います。で、今作もですね、え、全く同じメンバーになっています。清水健二先生と鈴木博先生。 そして、本間明文先生というね、この3名の方が作られてますので、前作と同じメンバーによって作られた本ということになってますので、今回もすごいね、期待できるんじゃないかなと思います。で今日はちょっとね、長くなってしまったので、次回の動画でですね、この2冊の違いを詳しく見ていきたいと思います。では、今日は以上です。Thank you for watching!See you later!